次は。ヤッホー相棒、それにパイモン。この声はナビア。まさかこんなとこで会えるなんてね。今日はどんな予定なの？そっちはどうなんだ？今もポア村長再建のために忙しくしてるのか？再建の方はもうほとんど終わってるんだけど、まだちょっと仕事が残っててね。だから最近はずっとポア村長とこっちを行ったり来たりしてるの。必要な材料を注文したり、工事のスケジュールを確認したり、保証条件について被災者と話し合ったり。そうね、フォンテーヌ邸から被災者への救済金は支払われたけど、ポア村長の管理者としてスピナディロースらも責任を担うべきだと思って。まだ私たちも懐が寂しいから、保証については書面で約束して後から給付する形にしかできないけど、それでもとにかく態度で示さないとスピナディロースらを信頼してもらえなくなっちゃうでしょ。さすがボス、責任感が強いな。でもそしたらめちゃくちゃ忙しいんじゃないのか？そうなんだよね。毎回町に来るたびやることだらけでさ、しょっちゅう何かを忘れちゃうの。だから今回はこっちに来る前にマルシラックに習ってやることをメモってきたんだ。そしたらやるべきことがすぐわかるでしょ。それでマルシラックは省略して書いてたから、私も自分なりの省略法を作ってみたんだけどさ、町であれこれしてる間に何が何だかわからなくなっちゃった。ナビアらしいな。一体どんな風に書いたんだ？ん？見てみる？どれどれ？おい！文字が全然ないじゃないか！これは木の棒の海藻巻きで、こっちは豚の箱詰めか？違う違う。こっちは前回出荷した漁獲の報酬残金を確認することで、こっちは町で新しく出たバーガーを食べに行くってことよ。そんなのどう考えたってわかんないぞ。アドバイスありがとう。まあ一回ミスったからもう大丈夫なはず。どんなに省略しても書いた本人ならわかるでしょって思ってたんだけど、そうじゃなかったみたいね。おう、まあ次からはミスらないだろう。とにかくほとんどの用事は済ませたの。まだ 2,3 個わからない記号が残ってるけど、多分そこまで重要なことじゃないと思うから、帰って思い出したらまた来ればいいや。じゃあ今からポア村長に戻るのか？うん。あ、そうだ、ちょうど再建の話もしてたし、あんたたちも見に来ない？どうせ別に予定はないんでしょ。船だからサクッと行けるよ。別にいいけどちょっと急だな。お前はどう思う？それじゃあ行きましょう、船着き場へ。おう、オイラ知ってるぞ。クレメンタイン船で行くんだろ。ああ、うんうん。純粋船はポア村長の近くには止まらないから、スピナディロースらの船で行くの。うん、ついてきて、案内してあげる。今エンジニアが定期点検をやってるとこ。問題なければ出発できるよ。前からずっと聞きたかったんだけどさ、純粋船の3つのコースって全部お前の家族の名前がついてるよな。そうよ、カーレスとナビアは言うまでもないよね。クレメンタインはママの名前なの。
お前んちのものなら、なんでポア村長に泊まるコースがないんだ？家に帰るのにも専用の船に乗らないといけないなんて面倒じゃないか。それについてはスピナディロースらは商売でポア村長を通らないから、わざわざそっちにポートを作る必要がなかったんだって前に聞いたけど、それにしてもちょっとおかしいよね。そんなに大規模な工事をしたんだから、ポア村長行きの線を作ったってよかったじゃないって思うし。だよな、だってあんなに便利なんだぞ。でも現状はこうなんだよね。パパが何を考えてたのかたまによくわからなくなるよ。ふん、あの人他人の意見に耳を傾けるタイプじゃなかったのよ。すっごく頑固だったんだから。パパの決めたことは変えられっこないって。スピナディロースらの他のメンバーは提案する権利しかなかったみたいよ。ママも含めてね。へえ、だからお前も昔は仲が良くなかったんだな。うん、かばえる理由なんてなかったもん。ほんと強情だったな。ボス、船の点検が終わりました。いつでも出発できます。よし、それじゃあ行きましょう。しばらくかかるからおしゃべりを続けましょう。そういや、お前のママはどんな人だったんだ？なんとなく聞いただけだぞ。お前を産んだ時難産で死んだって言ってたし、印象なんかないよな。いいのいいの、ママの話はいろいろ聞かせてもらったから。みんな言うんだよ、私とママはきっと気が合ったって。ママはすごく前向きでユーモアのある人で、仏頂面のパパとは正反対だったそうよ。だからこそお互いの短所を補い合えたのね。片方はビジネス担当で組織を大きくする、もう一方は内部の人間関係を保つ。スピナディロースらはそうやって大きくなってきたんだって。仲のいい夫婦ってだけじゃなくて仲間だったんだな。うん、まあこれも人から聞いただけだから、やっぱりママを完全にイメージするのは難しいけどね。クレメンタイン戦を見るたびに、ママが生きてたらスピナディロースらもポア村長ももっと違う感じになってただろうなって思うよ。シルバがさ、名前はある種の刻印で、無感情なものにさえ新しい意味を与えるんだって言ってた。それってまさにこういうことよね。最近ね、水にこれほど豊かな感情が溶けてる理由が少しずつ分かってきたの。海を見るのも好きになったよ。大事な人も思い出も海に溶けていったけど、それでも歩みを止めることはできなかった。でも彼らは確かにこの人生に存在して、前に進む理由と原動力を与えてくれた。まあね。やっぱちょっとこの日々にはなれないや。でも前向きでいないとでしょ。私もパパもママもいろんな困難を乗り越えてきた。私は会長なんだから、絶対落ち込んでなんかいられないの。さあ着いたよ。今のポア村長を案内してあげるね。ナビアのやつ、大丈夫か？そっか、あれだけ大変な目にあったのに、本当によくやってるよな。you
ボス、お帰りなさい。旅人さんにパイモンさん、またポワ村長に来てくださったのですね。歓迎しますよ。久しぶりだな、フローレント。今はお前がナビアの面倒を見てるのか。面倒だなんて、別に一人でちゃんとやっていけるよ。付き添いはしばらくいらないの。まあ前までマルシラックが担当してた仕事の一部は確かにフローレントが引き継いでくれてるけどね。手伝ってくれる人がいるとすごく助かるよ。お褒めに預かり光栄です。ご覧の通り、最近はボスを手伝い、ポワ村長再建のために動いてます。マルシラックさんは本当に有能な人で、スピナディロースらではとても尊敬されてました。私なんかまだまだですよ。はいはい、他人行儀な挨拶はそこまでにして。気を使うような間柄でもないでしょ。私のことを待ってたみたいだけど、もしかして彫像の件で何か進展があった？そうなのです。先ほど職人に連絡したのですが、彫像の造形がまだ決まっていないので、先方も素材のサイズを決められないようで。彫像？うん、実は私たち、パパとママがスピナディロースらとポワ村長のために貢献してくれたことを記念して、彫像を作りたいなって思ってるの。パパはこないだまでずっと不義のカーレスなんてお面を着せられてたから、罪人のために彫像を作るってなると論争につながりかねなかった。でも今はそんなお面も注いだし、ポワ村長もちょうど再建中だから最高のタイミングだと思うの。彫像の制作資金はカーレスさんとクレメンタインさんへの感謝を込めて、町の人たちが寄付してくださったんです。私？私はただの現会長だもん。メンバーには毎日迷惑ばっかりかけてるしね。自分の彫像が欲しかったら、少なくともあと数十年は努力しなくちゃダメでしょ。謙虚すぎるぞ。お前だってフォンテーヌを危機から救った仲間だろ。ええ、私もボスの彫像があってもいいと思います。それ以上褒められたら本気にしちゃうよ。なんてね、そこまで厚かましくないって。少なくともパパと肩を並べられるくらいになるまで待っててよ。ありがとう。まだ心の準備がね。フローレント、とにかく今は彫像のデザインをしなくちゃいけない、そうでしょ。ええ、カーレスさんとクレメンタインさんのポーズが決まらないことには職人も素材を用意できませんからね。ただポーズについてまだしっかり検討したことがなかったので、まずは私がいくつか選出してまいります。ボスには案をご覧いただき。そんなのいい、今この場で決めちゃいましょう。ほらついてきて。言ったでしょ、ポーズを決めるって。あんたがカーレスで、私がクレメンタインね。さあ。それはちょっと。パイモンもさっき船で言ってたでしょ、カーレスとクレメンタインは仲のいい仲間だったって。私と旅人だって最高の相棒じゃない。フローレント、写真を撮ってちょうだい。かしこまりました、ボス。写真機を撮ってきます。ね、何かいい案ない？実はこの前もフローレントとちょっと話してたんだけど、どれもなんか普通だなって思って、多分私の中で二人のイメージが凝り固まっちゃってるのかも。だからあんたの想像力を借りて新しい案が生み出せないかと思って。準備ができましたよ。いつでも始めていただいて構いません。遠くを眺めるって船の上から遠くを眺めるみたいな感じ？じゃあこんなのは？おお、船長と船員って感じの雰囲気が出てるぞ。愛しいクレメンタインよ、あそこを見ろ。
あの島の木々にモラがいっぱい生えているぞ。しかし絵面に少し違和感があるような。カーレスさんはもう少し背が高かったので。ああ、わかった。じゃあ解雇しましょう。なかなかいいんじゃないか。この彫像は船に置くのにぴったしだと思うぜ。違う違う、彫像は街中に置くの。船に置いたらあんまり見れる人がいないでしょ。街に置くとなるとこのポーズの表現したいものは伝わりにくくなってしまいますね。じゃあもうちょっと考えようぜ。おごそかっていうと、あ、わかった。こんなのはどう？スピナディロースらが最も輝いていた頃を思い出させてくれるポーズですね。でもなんかクレメンタインのポーズがちょっと豪快すぎないか？そういう感じのやつじゃなかったんだろう？これじゃこの人こそがスピナディロースらの裏のボスなんじゃって疑われちゃいそうだぜ。確かに以前どこかの古新聞がそのような記事を出していましたが、その後何かしらの方法で記者ごと消されましたね。ただの例え話だ。オイラは消えたくないぞ。フローレントの言った一件は記者にペンネームを変えてもらっただけよ。でもこのポーズは確かに二人のイメージをうまく表せてないかも。他の案をもうちょっと考えてみましょう。楽しそうなポーズ？ジョークを聞いた時に撮る反応みたいな感じ？写真を撮るタイミングがいまいちつかみにくいですね。これじゃあなんで笑ってるのか全然わからないんじゃないか？ええ、彫刻する難易度もかなり高そうですしね。じゃあ、一人がジョークを言って、もう一人が笑うってのはどうだ？やっぱそれも大して変わらないよな。別のにしておこうぜ。いくつかやってみたけど、どれもなんか微妙だったな。オイラもう思いつかないぞ。気にしないで。写真に残したし、少なくともいい記念になったよ。今のポーズは予備案にさせてもらうね。ああ、旅人と一緒に写真を撮るって分かってたら、衣装や小道具を揃えておいたのにな。あ、衣装といえば街でやらなきゃいけないこと思い出した。アデルってこのことを覚えてる？覚えてるぜ。カーレスの事件を調査してた時に会った女の子だよな。そうそう、その子。あの後ね、やっと話してくれるようになって、スピナディロースらに入りたいって言ってくれたんだ。私はもちろんいいよって答えた。でも子供は入れてあげられないから大人になってからねって言ったら、あの子にごまかしてるって思われちゃった。それでどうすれば信じてもらえるか考えて、いいことを思いついたの。スピナディロースらの制服を作ってあげるのよ。でも結局街でドタバタしてる間に衣装のことをすっかり忘れちゃってた。はぁ、割と大事なことだったのに。ご心配なく、ボス。今すぐ人を手配して取りに行かせます。彫像の方ももっと案が必要ね。そっちもお願い。初めからこうすればよかったじゃないか。まあそれもそうか、記念って意味ではよかったよな。
ナビア、フローレント、戻ってきたぜ。どうだ、驚いただろう。え、君は…ゴルタ、メロピデ要塞から戻ってきたの？ああ、やっとな。俺は自分が思ってたよりもずっとしぶとかったみたいだぜ。出てすぐこっちに向かってきたんだ。大げさじゃなく、町から魚の匂いが漂ってくるのが分かったな。どんだけメリッサの焼いた魚が恋しかったか分かるか？あっちじゃ毎日恋焦がれてたぜ。戻ってこれてよかった。相変わらず元気だな。そいつは？紹介するよ。彼もスピナディロースラのメンバーで、コルタっていうの。前に有罪判決を受けてメロピデ要塞送りになっちゃって、今思えばこれもカブリエール紹介、つまりマーセルの陰謀だったんだよね。ん？待て待て、マーセルさんが何だって？原始大会の水事件をまだ知らないのかい？フォンテーヌの水位が上がってなぜかまた下がったっつうことは知ってるが、それだけだと思ってたから詳細はまだ。まさかマーセルさんと何か関係があったのか？最初から説明してあげた方がいいみたいね。事件の間ポア村長でもいろんなことが起こってしまったの。まずはこっちの二人を紹介するね。この二人は私と一緒に数えきれないくらいの困難を乗り越えてくれた最高の相棒で、スピナディロースらが熱い信頼を寄せてる助っ人よ。おう、よろしくな。俺の知ってる限りじゃナビアがこんな風に誰かを褒めたことなんてないぜ。お前らやるな。確かにオイラたちがすごいのは事実だけど、ナビアに会う前からずっとすごかったんだぞ。そこは突っ込むところだろう。愉快愉快、スピナディロースラは面白いやつにはこと書かねえな。そうだ、マルシラクとシルバーはあいつらいつもそばにくっついてたじゃないか。それはたくさんのことが起こったんだ、コルタ。見ての通りポア村長は記憶の中の様子とは違うだろう。私を守るために二人は命を落としたの。俺を驚かせようと悪い冗談を言ってるんだよな。何も知らないからってわざと怖い話で脅かそうとしてるんだろ。ごめんなさい、二人だけじゃなくてたくさんの人が。メリッサも災いで帰らぬ人になった。マルシラックやメリッサが死んだ？あいつらが死んだのか？マルシラック、あいつにはサプライズをやろうと思ってたんだぞ。その元気出せよ。コルターはマルシラックさんとは長年の親友だったんです。会の設立当初から様々な任務を共に遂行してきたのだから無理もない。その場所を変えましょう。何があったか一から教えるから。ちょっと重い話になっちゃうけどね。わかった。
信じられない。そんなことが全部実際に起きたことだってのか。世の中どうかしてるぜ。私もマルシラックの死がすごく悲しいよ。マーセルの血も涙もない所業だって憎かった。てっきりマーセルさんは永遠にスピナディローソラの味方だとばかり。だってあの人の全てはうちの会が与えたようなもんだったじゃねえか。なのにまさかお前の命まで狙ってその狂った研究に使おうとしてたなんてな。安心してくれ。すでにカブリエル商会は解散したし、ロシも根こそぎにされた。長く続いた茶番はようやく終幕を迎えたんだ。本当か？マーセルがずっと裏切るつもりだったんならきっと裏でロムーフとも接触してたと思うぜ。ロムーフって誰だ？私も聞いたことない名前だけど。フローレントなら知ってるはずだ。あの頃純水船を建設するにあたってスピナディロースラ内部では大きな分裂があったんだ。あの頃ロムーフを筆頭とするメンバーの一部は純水船のレール工事に財力を費やすより町の整備を優先するべきだと考えてた。でもカーレスさんは政府やフォンテーヌの科学院と協力できる機会は得難いもので、各方面との関係をより強固なものにするチャンスだと言った。純水船はスピナディロースラに商業的な収益だけじゃなく民衆からの名声ももたらしてくれるものだから、長い目で見てこの工事はかなり割のいいものだってな。だが結局双方の意見は一致しなかった。ロムーフは一部の奴らを連れてスピナディロースラを離れ、カーレスさんを敵視するようになった。はあ、パパらしいわね。想像できるわ。結局その強固になった関係性はあの方が冤罪を被った時何の役にも立ちませんでしたけどね。ああ、まあそれがボスの独断専行の代償だったんだろうな。オイラも気になるぞ。そんなに気が強かったんならカーレスはよくスピナディロースラのやつと喧嘩になったんじゃないか。ああ、日常茶飯事だったさ。でもな、ナビア、いや今はお前をボスって呼ぶべきか。カーレスさんはずっとそんな風なわけじゃなかった。昔は俺たちの助言にも耳を傾けてたんだ。それにクレメンタインさんも俺たちの味方だったから大抵は穏やかに進んでた。でも純水船の件についてはクレメンタインさんも完全にカーレスさんと同意見だったんだ。そうだったの。でも私はロムーフたちの主張にも理がなかったとは言えないと思う。ちゃんと話し合うことはできなかったの？多分長年の恨みなのでしょう。この一件についてロムーフたちはうがった見方をしてました。彼らはクレメンタインさんは妊娠してから中立的な立場を失ったのだと考えていたのですよ。それで裏切られたと感じたってこと？それって明らかに違うでしょ。ママは別に仲裁するためにいたわけじゃないでしょうし、ママにだって立場を表明する権利があったはずよ。ああ、でもあいつらの目には裏切りとして映った。そうして調停者を失ったことでスピナディロースラに希望を見出せなくなったんだ。その後クレメンタインさんが亡くなったことでカーレスさんは純水船の建設を彼女の意思だと考えた。それでさらに相談の余地はなくなっちまった。なるほどな。ロムーフの勢力はその後スピナディロースラとの決別を宣言しました。それから幾度かうちと衝突がありましたが、彼らの中には過去の情など一切見えませんでした。きっと彼らの目に私たちはとっくに敵として映っていたのでしょう。ただ今のところは彼らがマーセルと通じ合っていたという証拠はありません。ああ、それにあいつらの組織の運営状況は芳しくなくてもうずっと停滞状態だって聞いたな。だがまあ解散してない限りは相変わらず脅威だってのは確かさ。コルターの心配にも一理あるね。そのロムーフって人もマーセルも
ずっとパパのことを目の敵にしてたわけでしょ。マーセルの勢力はもう潰されたけど、ロムーフたちの動向は今もわからないままなんだよね。スピナディロースらを憎んでいるんだったら、ポア村長が弱ってる今は動くには絶好のチャンスね。確かに彼らを監視下に置くべきですね。今すぐ手配してきます。お願いね。コルターも情報ありがとう。大したことじゃない。礼には及ばないぜ。ところでボス、今から時間はあるか？気分転換に付き合ってくれないかと思ってさ、いろいろ聞いて未だに心が落ち着かないんだ。こんなに突然別れが来るなんて本当に。それじゃあ一緒に街を回る？そしたら私もついでにアデルの衣装を取りに行けて、フローレントにお願いしなくてもよくなるしね。あんたたちも一緒に来てくれる？コルタ、いいよね？俺はもちろん問題ないぜ。じゃあ行こうぜ。その方が有意義に過ごせそうだしな。やっぱりあんたって最高の相棒ね。さあ行きましょう。たまには歩くのも悪くないでしょ。小旅行だと思ってさ。向こうに着いたら数日泊まってから帰ってもいいね。俺も久しくこの道を歩いてなかったな。休みましょう。気分転換なんだし、目的地のことはあんまり気にしない方がいいよね。俺もいい歳だからか、やっぱ昔のようにはいかないな。ま、幸いメロピデ要塞にいた頃は作業のおかげで体を鍛えられたが。お前結構すごいと思うぞ。だってオイラたちについてこれたんだからな。純粋船がなかった頃は貨物を持ったまま北へ行って、そこからは船に乗ってフォンテーヌ邸まで行く必要があったんだ。この道をマルシラックと幾度歩いたか。疲れたら芝生に寝っ転がって、腹が減ったら水辺で魚を釣って食べたな。あの頃スピナディロースらは順風満帆で、どんな奴も大儲けをするチャンスがあったし、カーレスさんも太っ腹で、俺たちも自然にやる気がみなぎってた。いつの間にか純粋船ができて、この道も寂しくなったな。はあ、分かってる。ただちょっと懐かしくなっただけさ。じゃあもう少しここにいましょうよ。スイーツは食べたくない？あ、ナビアが作ったマカロンか。おいらずっと食べたかったんだ。そうよ、そろそろ食べたくなる頃かなって。待ってね、材料が足りるか確認してみる。マルシラックとシルバが用意してくれたものだけどね。オーブンは問題ないね。材料は小麦粉と砂糖がない。一番重要な材料なのに。
本当に？わざわざ悪いね。毎回タダで食べさせてもらうわけにはいかないしな。オイラたちも野外で料理をするから、こいつなら材料を持ってると思うぜ。本当？よかった。それじゃあお願いするよ。スイートフラワーと小麦があればなんとかなるから。じゃあ俺は箱がないか探してこよう。簡易的なテーブルと椅子になるだろう。そうね。じゃあ私はオーブンの用意を。これで役割分担はバッチリね。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。小麦は見つかった？いい感じ。あとは私に任せてちょうだい。お前の料理の腕は相変わらずだな。見た目も味も最高のマカロンだぜ。ボスの菓子作りの腕は昔からスピナディロースラでも評判でな。才能があるのは周知の事実だ。ただの趣味よ。褒められるほどのものじゃないって。そういえばお前らはボスから深く信頼されてるし、いつもボスのそばにいるみたいだが、スピナディロースラに入る気はないのか？あからさますぎたか。向いてると思うんだがな。一緒にいたのはたまたまよ。私も長い間二人には会ってなかったんだから。冒険者はずっと同じ場所にとどまることはない。スピナディロースラの肩書きなんて旅人たちには束縛になっちゃうよ。それに私たちはたくさんの冒険を一緒に経験してきたんだもん。たとえ離れ離れになっても心はつながってるわ。たとえ遠くにいたってオイラはこのマカロンのことを忘れないぜ。なるほど。二人に会えたのはすごい縁だったってわけか。そんじゃ俺もこの出会いをもっと大切にしないとな。それじゃ水で乾杯しましょう。あんたたちの旅が順調に行くこと、スピナディロースラが発展すること、私たちの友情が永遠に続くことを祈って。片付け終わり。じゃあ進みましょう。アデルの未来の制服は町の知り合いに頼んであるの。取りに行かなくちゃ。してる？
スピナディロースラのお嬢様が来てくれなくちゃ、このしょぼいお店はすぐおしまいですよ。お前はコネも手段もたっぷり持ってるだろうが、そんな冗談誰も信じないぞ。でもって、この人はもうボスだぜ。あら、失礼しました。つい癖で。今日は完成品を取りにいらしたんですか？そうなの。さっきもフォンテーヌ邸に来てたんだけど、忘れちゃってたから。まあ、こんな些細なこと部下に任せても全然問題ないでしょうに。お嬢様が直々に来てくださるなんて。ナビアはいつも大げさだからな。大げさなんかじゃないよ。気分転換だって旅の重要な目的なんだから。新しい旅ほど癒されることはないでしょ。ボスの言う通りだ。少なくとも一人で落ち込むよりずっといい。少々お待ちくださいね。今すぐ取ってまいりますので。そういえばアデルはなんでスピナディロースラに入ろうと思ったんだ？具体的な理由はうまく言えなかったんだけどね。ただ私のことが好きだからって。あの一件の後だいぶ明るくなったんだよ。多分お父さんが期待を裏切るような人じゃなかったってことがやっと分かったからかしら。あの子ね、私のパパが怖かったからスピナディロースラはみんな怖い人ばかりなんだと思ってたって言ってた。でも今のスピナディロースラの雰囲気は変わったでしょ。それでやっと私と話す勇気が出て、自分のことを分かってもらえるって思えるようになったみたい。うん、そうかもね。私は真相を探る中であの子を助けることになった。アデルも他の人が手を差し伸べてくるのをただじっと待ってるんじゃなくて、私みたいに自分から他の人を助けたいって言ってたよ。優秀なスピナディロースラのメンバーになれそうだな。私もそう思う。でもまずはあの子が健康に成長できる環境を作らないとね。選択は大きくなったあの子自身に託すことにする。あれ、どうしたんだ？おい、尾行。わかった。私も見てくるわ。コルタ、衣装をお願い。わかった。やっぱり誰かいるぞ。上に上がったみたいだ。この、待ちなさい。面倒な奴らだな。まともな喋り方ができるようにちょっとしつけてあげないといけないかしら。野郎ども、回りくどいのはなしだ。やっちまえ。ガンザン八九。避けられる？これって三段銃？避けられる？おとなしく白状なさい。あんたらは何者で、どうして私たちの後をつけてたの？黙ってたらごまかせると思ったら大間違いだぞ。ボス、どうだった？怪我はないか？この程度の敵が私たちをどうこうできるはずないでしょ。はい、グズグズしてないで早く白状なさい。出立艇が来ちゃったら相談の余地もなくなるんだからね。俺たちは恨みを晴らすためにスピナディロースラを狙っていた。だがバレた上に負けちまった以上文句を言うつもりはない。
恨みって、まさかあんたたちは例のロムーフって人の手下なの？なんだ、知ってんのかよ。だったら俺らの恨みの理由は分かってるはずだ。そうだぜ、今のお前らに勝ち目なんじゃない。酒を飲んだ後、偶然街でナビアを見かけたんだ。で、ムカついたからちょっかいを出してやろうと思った。結局、逆に捕まっちまったってこった。なかなか鋭いじゃねえか。だがそれがどうした。俺らは何もしなかったし、そもそもできるほどの実力もなかった。ただあんたらのことが気に食わなくてしまよっただけさ。聞いて、カーレスは死んだ。スピナディロースらとの間で過去に何があったとしても、これからのことは新しい始まりにしたいの。私はスピナディロースらの現会長よ。あんたたちのボスがもし何か文句があるって言うなら、直接話をしに来てよ。今回の一件についてはとやかく言わないでおく。これも私の心の表明よ。ああ、悪いな。今の言葉ボスに伝えとく。でも今後も似たようなことをしようとしたら、ううん、似たようなことを考えでもしたら、今度こそ絶対に見逃したりしないから。分かった？分かった分かった。おい、行くぞ。見逃して本当にいいのか、ナビア。パパが残した対立関係を丸ごと受け継ぐつもりなんかないもん。それに純粋戦のことについても、パパのやり方が完全に正しかったとは思ってない。相手に座ってお話ししてくれる気があるなら、私も喜んでテーブルにつくよ。いろんなことの新しい1ページを刻む時だと思うから。俺もボスのやり方に賛成だ。暴力をもって暴力を制すなんてのはかなり原始的なやり方だし、スピナディロースラの哲学って観点から見ても美的センスが皆無だからな。うん、最近は向こうの状況も芳しくないから、大した騒ぎは起こせないはずってコルターも言ってたしね。今はまさに面と向かって話し合ってみる絶好のチャンスなのかも。でもやっぱりロムーフの動向には気をつけといた方が良さそうね。もしこっちの警告を無視されちゃったら、やっぱり最後には戦闘になっちゃうと思うから。そうだな、あいつらだいぶスピナディロースらのことを嫌ってたみたいだもんな。そんなことにならなければいいんだがな。縁が切れたと言っても昔は家族同然だったんだ。そうね、あんたの言う通り。とにかくひとまず解決ってことで、しばらく厄介なことは考えないでおきましょう。さて、今日はもう遅いし、サンドル川で一晩休んで明日戻ろっか。あとでフローレントに手紙を届けるよう手配しとくよ。今日の出来事を伝えて、ポア村長周辺に危険や不審者が迫ってないか注意してもらわなくちゃ。またサンドル川に泊まるのか？あそこって枕から水草の匂いがするんだよな。仕方ないでしょ、日差しも入ってこない水辺なんだから。ま、ポア村長も似たようなものだし、私はとっくに慣れてるけど。夜になったら店で焼き魚を食べながら飲み物を飲んで船音を聞けるっていうのも、それはそれでいいと思わない？確かに。オイラ心を動かされちゃったぜ。早く行こう、オイラも一緒に歌いたいぞ。Thank you.
親しみを感じるようになってきたぜ。スピナディロースラのフォンテーヌ邸での拠点がパレメルモニアみたいに豪華な場所だったらむしろ合わないって思っちゃいそうだぞ。確かにそうだね。私も同意見。でもパパはね、スピナディロースラが発展していった暁にはポア村長もフォンテーヌ邸に負けないくらいの大都市になれるって、そんなビジョンを描いてたんだよ。大きな野望を持ってたから目先のことも過去のこともあんまり考えなかったの。だからこそ一般人とは違う特別な資質もいろいろあったんでしょうね。それもまた一部の奴らがカーレスさんを尊敬しつつ恨んだ理由でもあるけどな。よし、あんたたちは先に店に行って待っててくれる？私は中で少し準備をしてくるよ。ついでにあんたたちの部屋を整えてもらうよう手配するね。部屋は前回と同じよ、覚えてる？うん、まあ部屋は多くないしな。ああ、ここが貧乏臭いって言いたいのね。この今すぐあんたの枕に水草をいっぱい仕込んできてやるから。ごめんごめんって、そんなことされたら本当に眠れなくなっちゃうぞ。冗談冗談。じゃあ先に行ってて。何かあったら直接言ってくれ。何でも解決してやる。もう寝た？まだ起きてるよね。ううん、ただせっかく素敵な夜だからこのまま終わるなんてもったいないなと思って。そう思わない？ってことで釣りに行かない？道具は揃えてあるからさ。晩ご飯の前に言ってた準備ってこれのことだったんだな。すぐ行くから待っててくれ。邪魔しちゃった。それでこそ私の相棒だね。さ、早く釣りに行きましょう。こんなの釣りって言えるか？え？ダメなの？こういう釣り竿ポア村長じゃよくあるけど。釣りってそのこう精神を集中させて浮きを見つめながら針に食いつくタイミングを見計らって釣り上げる瞬間を楽しむものなんじゃないのか？それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒、あんたはどう思う？じゃあ次は普通の釣り竿を使ってどっちがたくさん釣れるか勝負しましょう。それよりナビア、なんでお前はこんなに元気いっぱいなんだよ。こんな遅い時間、おいらでさえ。
やばくなってきてるぞ。生まれつきってところかな。それだけか。詳しく説明し始めたらもっと眠くなるかもよ。でもそうね、多分だけどスピナディロースラとママのおかげかも。パパはちっちゃい頃からずっと私に現実離れした期待を寄せてた。パパと同じようになってほしいって、押し付けられれば押し付けられるほど話を聞きたくなくなるんだよね。でもママの方はそうじゃなかった。私に対してママが望んだことは一つだけだったんだって。それはね、私が楽しい日々を過ごしながら大人になれますようにってこと。スピナディロースラのメンバーたちはみんなママの考えを尊重してるから、私がどれだけはしゃいでも甘やかしてくれるの。想像できる？私が何かやらかすとね、マルシラックとシルバも含めたみんなが2列にずらーっと並んで、パパ一人だけが激怒するの。でもみんな黙りこくって何にも言わないでしょ。そしたらだんだん大した問題でもないことにずっと怒ってるパパの度量が小さく見えてくるの。それで最後にはパパも黙るしかなくなるってわけ。そんなこともあったのかよ。うん、思い返すとみんな本当に優しい人たちだったんだなって思うよ。小さい頃の私はやりたいことなら何でもやれるって思ってた。だって後始末をしてくれる人がいつもついててくれたんだからね。でもある時マルシラックが怪我をして、ついに原因は教えてくれなかった。でも私にはわかる、あれは私のせいだったんだってね。過ちの責任を負う人は必ず存在する。だから周りを大切にすればするほど過ちは犯せなくなるの。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。